今回のお話は、阿久悠さん、一人息子が初めて明かす父の秘話。最後までご視聴ください。阿久悠さんと戸倉俊一さんの黄金コンビ。この曲は、阿久悠の未発表歌詞に新たに曲をつけてリリースする、阿久悠プロジェクトの一環として発表される、友人との固く結ばれた絆がテーマの楽曲。作曲は、阿久悠の盟友でもある戸倉俊一が手掛け、ピンクレディやフィンガーファイブで一世を風靡した黄金コンビの復活となった。今回のコラボレーションについて、戸倉は、ボーイズ&メンは以前から気になっていた。アイドルというより、骨のある男のグループというイメージで、今あまり言わない男の友情というテーマを真正面から取り上げた、この歌がよく似合うと思った、とコメント。また、ボーイズ&メンの水野まさるも、7年間、メンバーといろんなことを乗り越えてきました。そんな自分たちだからこそ歌える楽曲だと思いますと語っている。リリースに先駆け CBC ラジオで放送されるボイメンのレギュラー番組栄第7学園男組では、ともありてを初解禁、 iTunes ストアのプレオーダーも始まり、特典として今年8月の愛知名古屋センチュリーホールのライブから豪世代塾豪フォーアゲロメドレーの映像がプレゼントされる。阿久悠さん、一人息子が初めて明かす父の秘話、ショックだった日記の中身を明かす、ピンクレディや沢田研二、桜田淳子など昭和を代表する歌手を育ててきた作詞家阿久悠さん、享年70歳、その足跡が再び注目されている。一人息子で音楽家の深田太郎氏52歳の言葉から父親としての姿を紐解く。1992年ロックバンドでデビューした。もちろん阿久悠さんの息子であることは伏せていた。しかしそこには父と息子の秘められた物語があったという。音楽の世界に進んだのは父は阿久悠という環境もあったのでしょうが、僕としては自分で切り開いた道、父の名前は使いたくなかった。しかし世間はなかなか甘くはなかった。デビューに向けて曲作りに励んだが、なかなか歌で OK が出ない。ボーカルの女の子が歌を書いていたんですが、1年ぐらいレコーディングを続けて何百曲作ってもダメ、プロの洗礼を受けたんです。デビューも延期に延期を重ねました。そんな時、事務所の社長からある一言が。どうせ他人に歌を書いてもらうならお父さんに書いてもらわないか。いつか言われる言葉だと思っていた。しかしすぐには受け入れられなかった。でもデビューはしたかった。一晩悩みに悩みました。で決心しました。次の日父に作詞を頼みに行きました。で父に頭を下げてお願いしますと。わかったとだけ答えた阿久さん。3日後歌が出来上がってきた。阿久悠としてではなくタム星人のペンネームだったが、ほんとこれがプロの歌だなって思いましたね。父の死後7年経ってようやく父の日記を読むことができるようになった。開いた父の日記にはこの時のことはこのように書かれてあったという。太郎のバンドの歌を書くことになった。ちょっとプレッシャー。父としての思いもあるが、プロとしての誇りもあったんでしょうね。でもその後もっとショックなことが書いてあったんです。そこにはこう書いてあったという。太郎と日本の新しいロックを作っていきたい。その時の僕はそこまで考えてなかった。父の名前ではやりたくないってぐらいで、父のそんな思いを40歳過ぎて知ることになって胸が痛かった。ほんと昔はバカだったなって。阿久悠さん、1937年2月7日生まれ。作詞家として数々のヒット曲を送り出す。生涯作詞した曲は5000曲以上と言われる。2007年8月1日没、享年70歳。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。